どうもおはようからこんばんは、殿でござる。 This of my 続きをやっていきましょう。12日目になりました。いや、最強のスカベンジャーであるボリスが来たことによって我々の探索能力が飛躍的に向上しました。まずは寝ましょう。私の書き置きによると11日は食事をしたって書いてあるから12日目は何も食わなくても大丈夫。明日はですね、小動物用の罠も2個置いて、で今現在の物資としてはコーヒーはある、タバコがそろそろ切らしそうだからそこはこしらえてので、こういう材料はかなり増えてきました。機械部品もある。何かしらアップグレードした方がいいかもしれない。例えばここいけますね。ふむふむ、じゃあもうやっちまうか。あ、カチャカチャ、野郎二人は疲れて寝ています。気温はどうだろう。犯罪の大激増と冬将軍が同時に来ることはないんで、まあ、ヒーターとかは今は考えなくてもいいか。斧がまだ耐久半分半分以下かあるんですよ。まだホームレス、車庫、あの辺で何か火災道具壊して木材と薪を得るっていうこともできる。でこの辺も作れるようになりましたよと。まあ、ドアの補強はやっておこうか今のうちにまあ溜め込んだ物資をガンガン使ってもまたボリス先生がね持ってきてくれますから。え、向きそっち向き逆じゃね。エミリアさんと何をしているんだろう。なんかこうカンナをかけてトンカチで叩いているみたいなそんな動作ですね。まあ、ちょっと変わったかなドアの補強は終わりました。まったく男たちがどうしようもないから私が動くしかないじゃない。まあ、弁護士だからさ、この辺がなんかやらかしたら訴えることできるからね多分勝てるよあ、もう終わった。うわ、もう一気に材料減りましたね。そこをちょっと取ってこないとな。あ、起きましたかボリス。エミリアごめんよ、オイラがやるから。しかし犯罪大激増で今ハンドガンしかなくて、でさらには弾もそこまでないんだったら、スーパーか。こうなるとスーパー行くしかないなっていう選択肢になるんだよロマン。ふう。で12時50分誰も来ません。罠もまだお肉は引っかからない。水はあるんだ。でまあ身を守る家具や人を割ることができる。まだなんかできる？もうできない。じゃあ1日終了。あ、ニューが増えた。ほう、砲撃された学校。あ、取引できるのか。なるほどね。ま、ちょうど弾が欲しいとか言っていたから何かできるかもしれないな。非常に危険ではあるが、ボリス探索、ロマン警戒のエミリア寝ましょう。
で、飲み薬、まあ、手放すか、いや武器が欲しいんですよここね。兵士相手だったらショットガンとかアサルトライフルくれるかもしれない。砂糖に、んじゃあショベル手放そう。あとは必要なものかな。よし行くぞポリス。戦闘はしない。子供たちかわいそうに。しかし取引できるとはいえ、立ち入っていい場所とかありますよね。どこら辺まで行けるんだろう。なんか言い争っている。めちゃくちゃ悪い人っていう感じでもないのかな。こんにちは。ビセニ、なんか組織かな。あ、まずは取引から行こうか。なんか怒られそう。怒られて追いかけられたらどうしようもないんだよな。この人と取引ができる。うっそ、武器が何もない。ビクター。目指しもめっちゃ怪しいな。ビクターさん、壊れたギターぐらいしかないの。マジか。逆にもうだったら手放すものないわ。マジで言えば材料ぐらい。まあ、ショベルも手放して、材料と食い物、あ、まあ、本はどこかしらで入手できると思う。でこの辺か。薬とか包帯、包帯はダメか。包帯だけでも交換はしてくれないのね。水の、まあこんなもんか。まあ大したもんはなかったが、どこまでこれ立ち入っていいんでしょうね。ここはいけるし、上もなんか探索できそうだ。こういう時あれ、今瓦礫の山見えたけど、こういう時ショベル手放したのがきついな。業されてて開かない。上はいけるんですけれども、私がショベルを売ってしまったから。あ、まあ、まだ持てるか。言うな、私が悪かった。売ってしまったのがね、ダメだったかもしれない。あんまり下行きすぎると気づかれそうな気がするな。学校で襲撃に遭うとボリスは逃げ切れないんですよ。せっかく前回のパートで加入したのに今回死亡っていうのはやだ。うわー、武器かー、武器かー。ハンドガンでスーパー行くしかないな。前哨基地があったら確実に武器は入手できても、まあ彼らも雑草兵だからな。それは手持ちの武器とかそんな余裕ないか。かなり武器以外だったらいいものは持っていたよ。そもあんまり持てるものもないからな。あ、弾はあった。で、タバコの材料か。あと1スタック。こんなものかな。なんか左にも行けそうな感じはするんだが、まあ、方向キーを倒しても左には行こうとはしないんですよ。
父さん、なんで走っていたの？何もしてないって。瓦礫の除去はしたけど。しかも今の人上行ったから、やろうと思えば、なんか聞こえる。誰かいる。やべ。ちょ、ポリス。危な、上に行ったわ。2階の人、3階に行ったから、なんか盗めるかなって、ちょっと思ってしまったけれども、危ない。ボリス機関。ね、スカベンジャーっていうのはたくさん持てるんですが、この人の場合は移動力が遅いからその分やばいという。でも、エミリアタンは絶対に目の前に着地してくるね。静かな夜だった。でもう食わないとダメなんですよ。とても空腹になっちゃう。12日目誰も来なくて、商人が来るか、それともまたなんかね、薬を要求されるか。エミリアタンコーヒー飲んでる。15度もあってコート着ていたら、そんな悪くないと思うよ。気温的には。もう補強と言っても布で覆っているだけだな。私は温かいスープを食べるわ。これでしばらくは大丈夫。じゃあ実戦前の腹ごしらえと行くか。スーパーがとても危険とは言っていても、女性が襲われているか、もしくはパート1かな、シーズン1であったみたいに、ただね、その武装した人が探索しているだけっていう可能性もあるんですよ。あれ、午後1時になったのに誰も来ない。2日間何もないのか。今のところはバッドステータスなし。おタバコも完成します。スーパー行けるんだったら探索もかなり楽にはなるんだがな。あ、とか言っていた。できた、出た。全焼の部隊駐屯地。出ましたね。じゃあもうここ行くわ。行けるんだったら。じゃあいつものこんな感じで、行ける場所が一気に増えたな。こういう時こそ、あれだな。ショベルとか、取引は今回や、前回というか砲撃された学校か、さっき行った場所は行かない方が良かったよな。で、そうだな、薬莢はいらない。タバコもあるっちゃあるんだよな。そろそろイベントで飲み薬とか要求されそう。斧行くか。多少の足しにはなる薪ぐらい。で、手前で何が拾えるか。よし、弾も欲しいからな。アサルトライフルをもらえたら一番いい。で、ここは多分何もないかな。あるわ。お、薬。よし。これで取引。チース。今日もお疲れ様です。自動小銃もらいます。食い物とかもあるんですね。斧はダメ。じゃあこれ。
こんだけやってもう一声か。そんなに？まあタバコぐらいは許してくれるのか。このアサルトライフル1丁買うためにこれだけ。まあこれで戦闘力はだいぶ上がったか。で次スーパー行ってアサルトライフルでぶちのめす。ただ飯もぼちぼち。14日目は大丈夫でも15だな。襲撃2発でいいのか。アサルトライフルだったら3発ぐらいは、まあ、多分3点バーストみたいな感じで使いそうな感じかな。あら、金銭管理の大切さを娘たちに説いていたこの父が、まあ、多分戦争があった時に、まあ、始まった時に溜め込んでいた宝石を売って飢えをしのいでいたのか。他物語の更新はなし。小動物用の罠は2箇所行けました。いいねいいね。で肥料もあるんですよ。今日は誰か来るでしょう。3日間来ないのはいくら犯罪大壁像の期間中とはいえないわ。まあ商人が来たところであげられるものもないんですが。よしよし、お肉は増えた。レディオコーヒーの情報を、うん、なんか今回、まあ、2週間経ちましたが悲しいとかなんかそういう鬱的なものには誰もなっていないな。みんなメンタル強いな。女の人？誰かしら？いいものを持ってきた。ああ、お礼を言いに来ました。前来ていたのはなんかおばちゃんだったんですよ。ああ、なんかこれ前もあったな。母の形見のイヤリングで宝石をもらえると。崩れた建物から父を助けて包帯も開けてくれた。いやその体かな。キャラクターエミリア？エミリアだったかな、言ったの。一日貸し出しして、でさらには薬包帯かあげて、その体かがダイヤ1個。まあもらえるものはもらっておく。まあ、一応包帯、まあいいことはしたからな。ほらダイヤ1個しかないから誰も満足になってないじゃないか。もっとよこせと言いたいような。やれやれ。で戦うにしても、まあロックビックとかまだいいか。まずは倒す。では一日を終了しましょう。ちなみに他行ける場所とかは、建設現場も、ここも危ないかな。中央広場は取引ができて、
は、静かな家、食べ物がたくさんあって、あ、でも人が居ついている。で、スーパーで、ホテル。武装した人がなんかいるっていう情報が多いな。じゃあスーパーで、まあ、実戦を知る男だったらロマンに行かせる。ボリス今回警戒で、持っていくのは自動小銃。まあ、15発あったら倒せれるか。武装してないからね。武装というか防弾チョッキも着てないからな。あ、よかったよかった、このイベントか。よくはないけど。もうこの状態からダメかな。ドア開けてカバーして撃つ。お姉さん、じゃあ行きますか。開けてこうして、で目標を変えるんだが、どうすればいいんだ。今お姉さんになってるんですよ。目標を変えたいんですよ。あ、行けた。ほら、よし、倒した。危ない危ない。最初のお姉さん狙わないよ。最初のこう、もう的がお姉さんになっていたから、切り替えるのどうやるんだろうって思っていたら危ない危ない。とりあえず救うことはできたんで、この兵士から武器弾薬を頂戴しましょう。いやー危ない危ない、手汗かいてきたわ。武器弾薬とお酒で、あとは探索。探索するとして、まあ、ロックピックが何個必要かかな。この辺も取っとくか。なんか次の日商人来そうだ。実戦を知る男がやっと活躍できた。前のパートはね、そんな大したことできなくてロマン死んでしまったからな。今回はちゃんと汚名返上、この世界線では。なんか貴重なものないかな。あ、肥料。最初武器に切り替えた時、コントローラーで説明出てた時にちゃんと読んどきゃよかったな。今食料は大丈夫そうだから、他のものをちょっと頂戴するとして、なんか貴重なものな。もう3日空けるから商人が来ることは確定と思っていい。案外食い物なんし、あ、壊れたギター出たな。下見だけして、あとは次の日のボリスさんに任せる。だとしたら瓦礫の除去ぐらいはやっておこう。上は大丈夫だな。瓦礫はこの1箇所のみ。ロマン、お前も言うな。私が悪かったから。手放すべきじゃなかったな、ショベル。ここまで来てやっとロマンが活躍できたな。ロックピック2つか。上は必要なさそうかな。とりあえず上がってのバリケード。
ないか。ロックピック作るの何がいるっけ。材料は取っとくか。よしよしよし、女性を救うことはできた。みんなどういう感想になるんだろう。エミリア喜ぶかな。ま、女性を倒したことはいいけれども、あなた人を殺したわねって平和になった後法廷で会いましょうってケガ人出ない、いいね。俺の手がまだ触れている。あの兵士に殺されていたかもしれない。でも正しいことをしたんだ。エミリア、なんとも思ってないの？ボリスは、ロマンがあの場にいなかったら女の子がどうなっていたことか想像もしたくもない。エミリアはもう何も言わない。次法廷で会いましょうってことでしょ。ロマン、お疲れさん。ボリスも守ってくれてありがとうな。エミリアがボス。食べ物が欲しい、まあ、とりあえず飯は作らないとダメですね。これで2人分いけて、あと1人分か。肉はある。ロックピックは持っていないから作らないと。お、肉取れる。この歯車のやつが必要なのか。まあいいだろう。これでしばらくはスーパーを拠点に探索できる。あ、フランコ来た。さーて何を持っている。まあ、場合によってはハンドガンももう手放していいかもしれない。食い物は1個欲しいわ。ああ、本もあった方が実はいいんですよ。スーパーに確かあったような記憶はある。いや、野菜も欲しいしコーヒーも欲しい。ここまで手放して、あと3つ。ハンドガン、宝石の密造酒で、ハーブの飲み薬を手放してこれだけのものを入手します。包帯が必要なのは、犯罪劇家で怪我した時もう治すものがないとどうしようもないし、そもそもロマンの死因ってそれなんですよ。怪我しても、まあ重傷って治したけれどもダメだったんですよ。だからかすり傷とか、まあ、その辺の怪我でも大丈夫なように包帯は買おう。ありがとう、グッドラック。エミリア冷え性かな、寒くなってきた。ロックピックはもう大丈夫。あとできそうなことな、思ったこといくつかで、私前椅子壊して肘掛け石を作ったんですが、椅子があってもいいねって言うんですよ。本2冊じゃ足りないのか。あ、じゃあまあ簡単な椅子作っておくか。置き場所な、隅っこに置いたところで
椅子に座って小動物の罠かかるのを待つとか、この部屋がなんか一番豪華そうだから、じゃあここにしよう。寝ているそばでめっちゃ走るな。生の食料5個、薪と水もあるからやっぱ野菜が欲しい。で、椅子ができたことによって、お、椅子と肘掛け椅子両方あるってなった。あと本があったらメンタル的には大丈夫。まあ他はもちろん依存症、このニコチン中毒2名とカフェイン中毒1名。満足しているのボリスだけか。で、ここでボリスの本領発揮、スーパー探索、警戒の就寝。違う警戒、探索、こうだ。で、ロックピック2つ、冒険開始。こんにちは。いや、一体誰が助けたんだろうね。あ、そう、ここ行くよりかは行ったことない、探索してないところを見よう。で、あのお姉さんずっとついてくるんだよな。あ、拳銃あったわ。現地調達でさっきのやつと戦うにしても弾がないとダメですからね。傷んだ防弾チョッキか、修理はできない。ロックピックとか作っているところをアップグレードしないと無理だな。まだ下の階しか探索していないのに、これだけの物資が取れるのは素晴らしいな。あ、お姉さんはずっとついてくるよ。いいね、これだけ集めることができるんですよ。弾も6発入手しました。一応ハンドガンと弾は入手できたとしても、それやっている間にあの女の人被害に遭いそうだし、現地調達で、あの兵士を倒すのは難しいな。ロマンどこへ行った。ああ、5発に増えた。あんまり気にしなくなってきたな。襲撃されたというのに怪我しないから。ボリス寝ないの？コーヒーはあって、まあタバコもあるし、で肉は大量にある。で、武器もハンドガン撃ったのに増えたし、弾も32発、素晴らしい。本が欲しいな。結局スーパー見ましたが本なかったんですよ。特に今メンタル的にどうこうっていうのはないから、本がまあ4、5冊ぐらいあれば万全なんですが、まあ悪いこともないからそこまで必要でもないかもしれない。午後になっても誰も来ないな。じゃあ一日終了。さあ今日も探索だ。警戒の終始で、スーパー。
もう何も持っていかなくてもいいし、上の階でね、食料見つけたんですよ。あ、まだいる。忍び寄るのはやめて。ひどい言われようだ。17日に食わないと18日でとても空腹になる。そういうところはね、ちゃんと覚えていかないと。いつ食ったっけっていうので、まあいいか食うかってなるとね、1日もったいないからな。いや、もちろん毎日物が飯食うのが一番いいんですがね、人間。あとは下の階で薬も見つけたかな。材料も増えてきた。暖房器具な、作るの材料が18個ぐらい必要で、え、ヒーター作るのそんな必要だったっけっていう記憶もあるんで、シナリオによって必要な数が違うとか、まあ、多分ないとは思うんだが。なんやかんやまあまあ物取れてきたんだよな。あ、めちゃくちゃあるね、ここ全部取っちゃう。上の階にもここから行ける。薬とあとはおもちゃ。あと1回ぐらいの探索で満足できるところまでは来そうな気がする。さっき壊れたギターがあったんですが、あれの回収もしとかないとな。このメンバーは誰が一番ギターがうまいか、またその選手権が第2回が始まるな。ロマンは名前がロマンだからなんかうまそう。弾き語りとかロマンチックな感じのね。名前で判断するという。もうこんなものかな。でもさ、あの女性もあんな逃げなくていいのにね。せっかく助けてあげたのにキャーって逃げていったし。しかし犯罪大激増まだ続くな。襲撃された6発も使ったのか。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。